どうして、どうしてこんなことに。何かの間違いだと言ってください、カタリナさん。さあルリアを渡してもらおう。カタリナ、どうして今になって帝国に味方するだなんて。そうだぜ、オイラたちは空の果てを目指して旅をするんじゃなかったのかよ。応じないのならば剣を構えろ、グラン。カタリナさん、教えてください。一体何があったんですか。語るようなことは何もない。ましてやルリアを渡す気がないというのならなおさらだ。だって私たちは一緒に旅をしてたのに。そうだぜ、ルリアを守るために帝国から逃げてきてオイラたちと出会い、それなのに。くどい、言ったはずだ。互いに譲る気がないのならあとはもう。聖少女アレスよ、今一度誓いの剣をここに。カタリナさん、本気なのか。ブラン、貴様を相手にもはやテクヌリアを渡さないというのに我が剣にて解き伏せる。さあ覚悟してもらう。アルビオンで助けを。ルリア、アレスから。ルリア、何をしている。星でもない、空でもない、異様な力、それがこの世界を。おいおい、それ異様な力が。そういえばやっぱり何かつながってるんだ。教えてください、どうしてそんなことに。誰かが。なんだこれは。な、何が。アレスの声が聞こえない。まさか暴走。な、アレス、アレス、どうしたというんだ。
なんだかヤバそうな感じだぜ。やるしかない。カタリナさん、ここは協力してくれますか？何かがおかしいです。この現象、カタリナさんとも無関係。とにかく今はアレスを何とかし、黒い結晶。アレスから話を聞く。そういやよ、何者かが。でもそれがさっきの黒い魔。そうだな。よろず屋さんによると、皆さん、噂をすればなの。おや、カタリナさん、その様子は元に戻られたんですね。ああ、グランたち。なるほど。何かあったんですか？実はです、それでこ、バルツ、ザカ大砲が心配だ。僕たちもすぐに向かおう。ただ帝国、それがアウギュステの説明のし、はい、バルツとアウギュステの両方があった。バルツはイオの故郷。とりあえずラカムとイオと合流してグランサイファーに戻ろうですね。そうと決まれば。何が起きて、動いたか。こりゃ傑作だ。腐れて歪んだ因果の修正、得意点なればこそのカウンターってわけだ。いいね、これは結構面白くなりそうだ。最近ついてなかったけどやる気出てきたな。俺も動くかなあ、バブさん。生きててよかった。
二つの得意点の衝突、あの方も想像できなかった最高のオーガズムが期待できそうだ。